ちょっとファンデーションっていうのが悪者ではなく、むしろこう塗ることで逆にツヤ感が出たりとかするっていうことっていうのを、まあ、先生よく言われてるんですが、それ知らない方がいらっしゃって損してるなと思うので、うんうんうん、そのあたりでファンデーションが大切とか、うんうん、その良さとかメリットとか、ね、その辺とかを教えていただけたらなと思って、はい、今日お話ししていただきたいと思いました、はい、お願いします。はい、まあ、まずファンデーションがなぜ悪者になってるかというのは、これも歴史上の、ね、問題ですよね、うん、ある種も、要は前も言いましたけど、このお化粧をするっていうのはもう縄文とかもそんなところまで遡っていけば、もともと顔を隠すというところの、まあ、その文化があったんです。これ隠すって何かというと、なんていうかな、このちょっと怖いイメージでいくと悪魔の侵入とかね、昔らの人はね、そういうなんかこうそういう怖いもの、何も分からないものを隠すために、うん、そういう泥、赤土とかね、その泥をまず塗った、うん、そういうとこから始まってるわけです、うん、だから、ファンデーションを逆にしたくないわっていう人もいてるけども、ファンデーション厚く塗らないともうとてもじゃないけど外に出れないっていう、そういう人もいてるんですよ、うん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 、でこれはやっぱりもうね、ずっとその、まあ、DNA というかな、受け継がれていってる部分多少あると思うんですよね、うんうん、でそのでも現代社会になってきた時にそんなこと誰も思えんよね、うんうん、ファンデーション塗らないと悪魔の侵入があるとかね、そんなんないよね、うんうん、ただその昔でいう悪魔に、匹敵するのは今何かっていうと紫外線ですよね。紫外線とか、ただもうその外部の環境っていうのも悪魔みたいなもんですよね。もう顔ってものすごく防御する、防御しにくいわけですね。服着たらいいけども服着れないし、顔とか手だけはもう出てますよね。で外界にさらされるっていうことはもう本当に、まあ、この間も黄砂の話もあったね、いろんなもの飛んできたり、もう塵とか埃とか全てのものがこう顔に付着するわけですね、うん、で紫外線もそうですよね、うん、なんか空気汚染でもう顔をそのままずっと受けてるわけですよ、うん、でそれを、うん、まあ、カバーするという意味で言うと、ファンデーションは悪いものではないわけです。で、特に今のメーカーさんもすごくファンデーションにこだわってるので、昔だったらそのスキンケアというのはもうこう下地行く前のね、クリーム塗るところ、化粧水、乳液、クリーム、それがもう一応スキンケア、そこで終わりですよね。で、そこからこの下地を塗って、ファンデーションを塗ってっていうのがこのベースメイクっていう、ちょっとこう区別されてた時代がありますね、うん、ところが今各社メーカーもそういうことを分かってるから、もうファンデーションまで、要はベースメイクまでがスキンケアですよというテーマでやってるところが非常に多いんですよ。だから色のついた美容液って考えたらいいと思います。日頃塗っておくと乾燥も防げるし、紫外線のカットもできるし、もちろんね、うん、そういう皮膚の保護になるとかと言って、塗るのが今まで抵抗あった人の、じゃあすぐ塗ってくださいって言った時に、じゃあちょっとずつ塗っていく方法を今日ちょっと教えようかなと思うんで、まずはやってみましょうとね、うん、本当にちょっと塗っただけですごく顔色もパッと良くなるし、肌も綺麗、くすみが飛ぶし、なんか何よ、厚塗りにならなくて健康的になるようなね、そんな塗り方あると思うんですよ。今日は多分ね、皆さんちょっと気づいてると思いますけども、ファンデーション塗るために何もしていません、仕込んでおりません、眉も描いてません。でこういうことでちょっとこうファンデーション塗り方ね、まあ、ちょびっとこれ本当に少量です、ちょびっとこう出す、これぐらい、まあこれはまあ男やからっていうこともあるんですけど、僕らはこういう伸びがいいんで、はい、ちょびっとこう取りますね。ここね、この目頭のここの下からこの状態、こここういうふうに、でこのビューティーゾーンってここですね、ここにこういうふうにしてなじましていく感じです。で残ってるもので目頭とか目のこの周り軽く入れて、そして放射状にですね、この額の上の方へこういうふうにして伸ばしていきます。ここ薄く、一番濃いところはこのビューティーゾーンのここですね、逆三角形のところ見えますかね、はい、ここ、そしてここをトン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 とこうタッピングって言ってちょっとこうなじます感じにするとすごくフィットしていくんです。で小鼻入れていきます。小鼻とここですね、
ちょっと半眼ずつやりますからね、半眼ね。で、鼻筋、小鼻、こんな感じです。で、中に入れる。口元はこういうふうに中に入れていきます。これ今塗ってるとこっていうのは、この眉の山のところからほとんど内側に塗ってるんですよ。だから山から外っていうのはほとんど塗ってないわけですね。わかります？はい。で、これだけでもすごく顔色ものすごく明るくなったのわかりますよね。だから提案としては、普段ここでこう合わすんです。色合わすんですけど、これ合わす色よりか、これ見てもらったらわかるけど、こうしたら白いのわかりますよね。かなり白いでしょ。で、これをここ側面まで塗ってしまうと、めちゃくちゃ顔が膨張するし、白塗りになるし、で、なんていうやろうな、厚塗りに感じるんですよ。なのになぜこの明るい色を選んでるかというと、明るいワントーン、もしくはツートンでもいいですわ。ワントーンからツートン明るい、皮膚よりか明るい色を中心に仕込んでいくことによって、小顔効果になるの分かりますかね。もうここ塗ってないから、地肌がですね、影になるわけですよ。そうすると、ここ、塗らなくても、こうやってね、側面にね、伸ばす感じです。ファって。グラデーションする感じ。もうちょっとつけたいなって言ったら、こうタッピングして、ここの部分だけを明るくしといてください。で、眉の上も軽く塗って。はい。半眼ずつやってるから、半眼ずつ。タッピングで、こうやって手で、ぬくめていくっていうか、こう、フィットしていく。これ、まあ、スポンジでやる方もいらっしゃいますけど、僕らはもう手の方がね、塗ってる感じがわかるんで、手でやります。もう、こういうの、もう結構喋りながらするよりか、もう、集中してやりたい方なんやけど、喋りながらするとどうしても、あれやね。結構今日暑いから、汗かいてくれよ、これ。めっちゃ汗かいてくれ。もう汗と馴染んでるか。まあ、とりあえずね、軽くこうやって塗っただけでも、男の人でもメリハリ感出るんですよね。ここがね、ここ。で、やっぱりその人によってはこのくすんでるところって場所違うじゃないですか。僕はもう目の周りとかで、やったらいいですよっていつも言うんですけど、もう、コンシーラーみたいなもんですよ。ファンデーションを、コンシーラーとか、もう美容液とか、もういろんなものをもうミックスして使うっていうね、時間短縮の時にですね、特にやったらいいと思います。で、T ゾーン。で、こう伸ばしていく感じ。すぐ、いつもやるやつね、グレイシアね。これやらないとね、もう僕らこの眉とかがね、やっぱ白が出たりね、するとね、嫌なんですよ。だから、ちょっとここへシュッとかけます。ファンデーションでちょっとこう顔が明るくなってるから、逆にこのまた色が入ると、すごくしっかりとメリハリ感出てきますよね。だから、まあ、眉がどんどんこう白髪混じりになってくるのは、これはもう仕方ないとして、もしなったらね、まあ、こういうふうにして、この髪の毛の生え際なんかもそうですね。僕はいつも白髪になってきたらこういうところを染めてもらったりもしますし、染めるサイクルがなかなか合わないときはもうこれで、極端な話、こういうとこね、こういうところをやっていくんです。こうして。ちょっとこう塗るだけでもどうですか？ね、メリハリ感出てきましたよね。これね、こういうペンで。これはグレー、僕はグレーのペンをね、使ってますけど、でちょびっとこのここの前尻のこういうところだけ僕は付け足す感じにしてます。眉山から前尻だけ軽くトントンで、毛の中を埋める感じでトントンと、もう本当にすれてるかどうかわからん程度に毛並みを立てる感じにこうして入れていく。もうそう汗出てきた。暑い。扇風機のな、もうほんま。これ一応照明前に耐えてるから余計に暑い。まあ、ちょっとこんな感じで描いていきます。本当に軽くすらしてる感じですね。いつもの眉ができたらちょっと違うでしょ。うん。
ね、違います。だからいろんな塗り方あると思うんですけど、まあ、あの今日はあの全く塗りたくないという人のためにちょっと薄めに塗る、ね、今みたいな感じで一色だけでもねちょびっとこう塗っていく感じで、でピンポイントでやるっていう方法もあるんですよということをね、お伝えできたかなと思います。はい、ここまでピッとこう塗ってここから全く塗らないという、そういう意味ではなくて、ちょっとやっぱグラデーションしてくださいねという意味ですけどね、あのでないと塗ったところと塗らないところがこう分かれ目がもうここまで塗ってます塗ってませんっていうのになると、これはやっぱりちょっと荒々しいっていうかな、だから今もこう塗りながらやから、そういうふうに薄く伸ばしてるって感じですよね。でまあ、いわばその中央のここが一番このビューティーゾーン、ビューティーゾーンね、ここが一番濃い、そして次は薄いで、ここはもっと薄いみたいな、そんなイメージで、考えていただきたいと思います。ということでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。白井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご覧の皆さんもありがとうございます。